日本ついに7点目。今日はコールドいけそうやね。危ねえよ大谷、そして村上。これはゴールドになるわね。味方になった吉田がこれほど頼もしいとは。さすがに7回ゴールドかな。村上エース打つだけが仕事やないんや。山田哲とキャンセルチンって達治近藤大谷吉田で打者 MVP 決めることになるだろうけど、選ぶの難しすぎやろ。村上エース、そういうの本当に大事。チェコで珍しく放送してるらしいのに、コールドなったらヒエヒエなるで。お茶の間秘宝、まだ試合が半分も進んでいない。中継見てるチェコ人、なんで日本人はチンチン言ってるんや。チェコ側はまさか男性機の名前を大合唱してるとは思わないだろうな。やべえな、まだ5回か。男山田、地帯蹴りはしない。しかし今回の代表は若いわ。達治されたのはメジャーに怒られたか。今度大谷の安心感マジで半端じゃないな。ヌートバー下がってるんかい。まあ明日も試合あるし、できる時に交代しておいて体力温存させても良いのかも。ご視聴ありがとうございました。